これは名前あるんだよね。これ名前ね今決めたのよ。今決めたの？そう、これあの友達からさ、もらったの。上京するときに、で今まで実は名前なかったんだけど、顔見て思いついて、大輔くん。大輔大輔。なんか普通だねなんか。でもやっぱ大輔くんだった。こいつは大輔くんです。じゃあ男の子ですか？いやこういうのもね。わあ可愛い。ね、こんな可愛いくしゃみする人いないよね。くしゃみ。大輔くんのなんか繊維が飛んできた。